水彩ってのは本当にそういうもんなんだかってのがね、見えてきますよ。皆さん、こんにちは。柴崎です。今日はね、また超基礎編のお勉強の時間になりました。今回の勉強はね、この超基礎編の中でもね、最も大事なテクニックのお話かもわかりません。透明水彩がね、最も得意とする、また最もこれを大切に扱わなければいけない、そういうテクニックです。このテクニックを勉強するとね、水彩ってのは本当にそういうもんなんだかってのがね、見えてきますよ。ね、楽しみでしょ。ではそれは何か。それはね、ウェットインウェットという表現です。まあ、人によってはこれをウェットオンウェットというね、言う方もいます。で、これはね、まあそうだな、いろいろね、こうできるんですけども、大きくね、3つくらいの表現がありますので、今日はそのまず第1回目として、ウェットインウェットっていうのはこういうもんですよ、ということをお見せしたいと思います。では、ね、楽しみでしょ。ではね、紙を見てくださいね。フラット塗りのお勉強しましたよね。で、皆さんは柴崎のフラット塗りのね、ビデオを見て、たくさんの方が試してみてくれたと思います。上手にできましたか？で、あの時にこんなことをやりましたよね。絵の具をたっぷり溶いてきてですね、濃いめたっぷり溶いたら、よく混ぜて、それを紙に持ってくるですね。これはたまらないように広げましょうって、こういう話しましたよね。こんなふうにお話しました。こうでしたね。で、あとは放っておくんですよっていうお話でしたよね。でも、こうやっていながら、実は、こうなったり、んな風になっちゃった人いませんか？何人かいるかもわからないね。フラット塗りしたつもりだったのに、なんだかいつの間にかムラになってしまう。こうムラになってしまう。こういう人がいるかもわからない。これをね、あなたがね、気づかないうちにね、今日のお勉強のウェットウェットをやっていたんですね。何か。ね、フラットじゃないですよね。これはあなたがね、多分こういうふうになってる人ですよ。このようになってしまった人は、柴崎がここに絵の具をたっぷり作りましょうって最初にフラットの時ね、言った、それを守らないで、こう塗り広げてから絵の具が足らなくなってしまって、また絵の具を継ぎ足して、で、作った人から足らなくなったので、水だけを継ぎ足して塗った人、そういう人はね、こうなっちゃうんですよ。ね。で、フラットの時は、とにかく一色の色をたっぷり作るということで、フラットが上手にしたんですね。途中から足らなくなって絵の具を足す、お水を足す、そうするとこんなになっちゃうんですよ。で、これがね、実は今日やりたいウェットイウェットにつながることなんです。どういうことかね、やってみます。はい。ね、では
ウェットインウェットのうまくやるコツです。まあ、にじみの効果ですね。これは絵の具の濃度ということをコントロールします。濃度ですから、このお水の量と絵の具の量ですね。その違いです。だから、まあ、わかりやすければ、絵の具を濃いめに溶くか、水の方を多めにして、絵の具を薄めに溶くかと、まあ、いうようなことなんですけども、この違いによってできる効果なんですね。ウェットインウェットっていうのは。はい。では、早速やってみましょう。まずは、水と絵の具の量を確認ですね。最初にあなたが塗るのは、水が多め、絵の具が少なめという色を作ります。つまり、濃度の薄い絵の具ですね。やりますよ。まずお水をたっぷりです。濃度の薄い絵の具を作りますから。また今日ブルーでいい？たっぷり水ですね。そして絵の具を少しです。当然、絵の具は明るくなります。そして、これを持っていきます。腹取りですね。広げましょう。こうですよ。溜めないようにね。どっちでもいいんですね。溜めないように広げるでした。プラトレです。さあ、できましたよ。そうしたら、次に、絵の具の濃度を濃いめにしたいの色を作ります。だから、これ、じゃあ、これやりましょうか。今度、絵の具濃いめです。こうですね。暗くなります。これもたっぷりですよ。たっぷり。もし足らなかったら水入れてね。たっぷりです。そして、よーく混ぜて、筆に十分含ませます。ね。で、ここに置いてみましょう。ほら。色がついたでしょ。持ってやりましょうか。ね。これたっぷり置けば置くほど広がります。ほら。すごいね。だんだん広がってきます。これがね、ウェットインウェットという基本的な表現です。面白いでしょ？この表現は透明水彩しかできないんですね。ですからこれを徹底的に使います。今柴崎はこの目、ね、ポンとただ置いて丸く広げてますけども、必ずしもそうではなくていいんですね。こうやって線のようにしてだんだん広げてもいいんですよ。面のようにしてだんだん広げていっても大丈夫です。ほら、ね、にじんできたでしょ。これはね、本当に濃度の薄い絵の具の上に濃度の濃い絵の具をのせるとこういう効果が生まれます。これがウェットインウェットというやり方ですね。だからね、なんかこれ、ね、なんか失敗しちゃったっていう人は、この濃度がね、途中で変えたから、こうなっちゃったんですね。それをちゃんとやれば、コントロールしたウェットインウェットになるんですね。濃度の薄い絵の具の上に、濃度の濃い絵の具を置いて、水の力で滲んで広がっていく、というテクニックです。これがウェットインウェットです。ね、綺麗でしょ。これを何に使うかはあなた次第です。あなた次第。お花にしてもいいよね。綺麗じゃないですか。じゃあ色変えてやってみようか、またこっちね、お水持ってきましょうね。何塗る？黄色かなんかする？これを濃度薄くですよね。薄く溶いてフラッと塗り、色も広がるんですよね。溜めないようにしましょうね。溜めないように。で、これが、ここは乾かないうちにね、次の仕事をしなきゃいけないですよ。乾いてしまったらダメです。たっぷりフラッと塗り。じゃあ、もっと、じゃあ、
黄色を濃いめに溶いてもあんまり色が急に変わらないかもわかんないので、わかりやすいので、少しバーミリオンが加えて、ちょっとオレンジっぽくしようか。この濃いめですよ。さっきの濃いめです。濃く溶きます。濃く溶いたらたっぷり筆に含ませてきて、こうだったんだよね。こうでもいいんだよね。こうでもいいんだよね。素早くやれば、にじみ方もゆっくりです。垂らすように置けば、にじみ方はうわーって広がってきます。色を変えましょうか。色を変えると面白いんだよね。ここ濃度薄いんだ。今度は濃度濃いめですよ。次ね。濃度濃く。濃くときます。最初が濃度薄め。次、濃度濃くです。ほら、綺麗ですよね。これね、これ落としてもいいんだ、ほら。素晴らしいでしょ？あれ？水彩の楽しさいっぱいです。ここのをやってみようか。こんな色になっちゃった。ね。これはね、本当にウェットイウェットならではなんですよ。もっと濃く溶いて、またさらにその上にまたにじませることができます。だから、だんだん絵の具を濃くすればいいんですね。濃度を濃くしていきます。綺麗？ね、これがウェットイウェットという、とてもとても大切な超基礎編の水彩のテクニックです。さあ、わかりましたね。ウェットイウェット。これがうまくできるためには、絵の具の濃度ということを頭に置くんだ、ということでした。最初に濃度の薄めの絵の具。そして、それが乾かないうちに、濃度の濃いめの絵の具を乗っけてみる。ということですよ。はい。ね、今日は超基礎編。ね、最後まで見てくれて本当にありがとう。ね、とても楽しかったな、という方は、評価と。そして、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた。いかがでしたか？チャンネル登録もよろしくお願いします。